8日に開幕する全国高等学校野球選手権東東京大会。荒川区、文京区、千代田区からも甲子園を夢見て大会に参加する球児たちがいます。そんな球児たち、チームをこの番組で紹介します。それでは高校球児の夏2017プレイボール。都立荒川工業。荒川工業は昨年までサウスポーの大エース福谷くんがいました。彼が抜けて新たなチーム作りが始まりました。2年生の可能性のある子をもう全部ピッチャーやらせたんですね、はい、でその子たちが意外と伸びてくれたので、今は系統系統で使えるようになってきましたので、ですからちょっと今年の夏面白いかなっていうチームが出来上がりました、はい、できれば3回勝てればなっていうふうに思ってます、はい、荒川工業中心選手はこの3人。1球でも多く3番、2番、4番にボールを見させてあげれるように努力をして、しっかりボールを見てチームの切り込み隊長で頑張っています。守備、バッティングともに支えてくれている大黒柱だと思います。キャッチャーなんで、ピッチャーたちがどうしたら気持ちよく投げれるかとか、あと試合で納得いってもらえるピッチングができるかを、まあ、毎球毎球考えて、全打席通じて打たされるのではなく強い打球を打てるように頑張っていきたいです。まあ、チーム全員でしかエースだって認めてるんで、まあ、この夏はそういうところが見れるように期待しているような選手です。しっかりキャッチャーのリードに従ってストレートでコースに投げ分けたり、変化球で打たせたりというピッチングを目指しています。やっぱりエースとしてしっかり自覚持ってチームを夏の大会まず1勝、その次は2勝目、3勝目と目指していきたいです。うわ抜けた打球だなと思った打球でもしっかり取ってくれてアウトにしてくれるんで、すごくいい選手です。ベスト8という目標でこれまで全部やってきているので、そこを目指してベスト8を絶対いけるように頑張りたいです。荒川野球見せつけるぞ。おー